鳩は歌う夢を見るは、バンドメイドの歴史やメンバーたちから多くの着想を得ていますが、作中のキャラクター、会話、出来事は、すべて完全にフィクションです。物語に合わせるため、一部は改編、あるいは創作されています。それでは今回のお話をお楽しみください。東京にいるのは小鳩と佐伯の2人だけではない。佐伯とその母親が芸能事務所との面談に行く途中、他の人たちとすれ違っていく。もうこの瞬間今にはたどり着けないみたい。これでなくちゃうらしくなくちゃう。この世は誰でフィクションに伝って欲しい理想で取ってゆくの。今もこんなに夜の限った流れ星より強く燃え続けて、大丈夫？ちょっと緊張してる。そんなに心配しないで、きっと大丈夫だって。かわいい。ギタリストかな。しら、おはよう、かなみちゃん。あ、きよこちゃん、おはよう。何飲んでるの？コーヒー。え、よくそんなの飲めるね。この味が好きなの。それはともかく、今日の夜、対バンに出るの？そうなの、人前に出るいい練習になるから。緊張しないの？緊張するよ、でも頑張る。じゃあ今日は頑張って、かなみちゃん。ありがとう、きよこちゃん。にーはー、あかねー。今夜の準備はいいの？おい、あかねー。バッチリ。あかねは何週間もずっと練習してきた。断トツに練習熱心なドラマーだ。これからカラオケに行くんだけど、あかねも来る？ごめん、行けないな。予定があって。あかねはドラム演奏をやめない。たとえ疲れていても。ドラムでカロリーを消費するから、あれだけ大食いなのも無理はない。ねえ、食べるの早すぎじゃない？はいはい、ごちそうさまでした。もう行かなきゃ。みは部屋使ってていいから。わかった、ありがとう。いつか私もあかねみたいになれたらな。どこにいるんだろう。もしもし、ミサ、グッドニュースだよ。校長先生と話して正式にベースコースに移してもらえたよ。本当？本当にありがとう。今夜はお祝いしないとね。うん、お祝いしよう。また後でね、バイバイ。また後で。ベース、こんなところで何してるの？ここなら誰も来ないし、それに景色がいいから。サンキュー。あと、これからはベースコースに通うことになった。え、いつからベースやってたの？おはよう、ミサ。あ、
雄一先輩、おはようございます。ちょっと話いい？俺のバンドでベースが必要なんだけど、ミサがやってくれないかと思って。ベース？でも私ベース弾いたことないですけど。じゃあむしろいい機会じゃないか。自分に合う楽器は見つかったの？まだです。ベースやってみます。本当？ OK してくれるとは思わなかったな。先輩の言う通りだね。 OK するの早かったね。そうかな。確かにあまり考える時間なかったけど、でも気分いいよ。ベース弾くのはどんな感じ？すごく気に入ってるよ。対バンのこと話せるタイミングじゃないな。ん？それはよかった。ミサ、私も嬉しいよ。じゃあ乾杯しよう。ありがとう。乾杯。